こんばんは、若松無料チャンネルでございます。今日は土曜日でございましたですけど、なんか雑用に追われた一日でございました。ちょっとね、車の調子が悪かったりしたもんですからね、車屋さんに車を持って行ったりね、あとはいろいろとね、普段できないようなことを、ちょっとうちで書類の片付けとかですね、なかなかできないもんだよね。使用しようと思っても、なんかそうはなんなくてですね、今日は大したことないけど、ちょっとね、普段できないようなことを、ちょっとやってみたりしました。でね、いろいろちょっとまたその合間を縫って、近所へ出かけたりしたんですけれども、本屋行ったらですね、2030年の東京っていう、まあ、こういうあの本を見つけましてですね、今は2022年ですのでね、いやー、これどういうふうにね、世の中が変わっていくのかなと思ってね、すぐこの本に飛びついて、まだ全部読んでないんですけど、まあちょこちょこと、読んでるところでございますけれども、やっぱりあれだね、なんかいろんなこう勤務体系も変わっていくしね、まあコロナでね、いわゆるリモートワークですかね、こういうのがまあ一気に進んだりしたわけですけれども、それからなんていうのかな、こう会社のね、この、まあ、勤務状態なんかもね、なんかやっぱりね、今までと違って、もう会社自体がプロジェクトごとにね、もう全部動いてる会社とかですね、それからまあなんていうんですかね、こうだんだん高齢者が増えてきますのでね、基本的にはその人口の構成が逆ピラミッド型になってくるわけですよね。そうするとね、その多くの、まあ、高齢者をね、まあ、若い人たちが支えなくちゃならないということもあるし、それからまあね、高齢者が多くなってきますのでね、いろいろこう何て言うんですかね、この、まあ、医療の逼迫っていうんですかね、そういうことも起こったりですね、それからそのなんか買い物ですよね。やっぱり年取ってくると、ね、足腰が弱ってくるから、なかなかね、簡単に買い物なんかも行かないで、行きたくても行けないですよね。そうするとね、そういうまあなんていうのこう、ね、行けないもんだから、宅配サービスっていうのかね、そういうね、お年寄りが動けない、なかなかね、広範囲に動けないということを基準にして、じゃあそういうことの中でね、どういうふうにビジネスが変わっていくとかですね、いろいろとね、これなかなか興味深いね、この本は。なんかね、まあ外国はね、一概に外国してもね、いろいろあるから、まあ、言いにくいですけども、やっぱりこう、まあ、お年寄りの方ですかね、の社交場がね、まあ、外国はほどよくあるらしいんだけども、日本は本当にないよね。お年寄りの方がね、どうやってね、この、楽しく過ごすかっていうね。だからなんかね、こう女性の、ね、お年寄りの方は、まあ、ある高級レストランとかね、そういうところに着飾って行ってね、気の合った人と、
ね、いろんなお話をしながら、まあ、楽しむとかね、まあそれはそれでね、やっぱりとっても大事な時間だから、そういうね、お年寄りの方が何ていうの、こう興味を持てるようなね、あの施設が少なすぎるんで、じゃあそういうね、あの施設がどうなっていくかっていうね、あの例えばデパートなんかはね、いやデパートなんかこれからしんどいじゃないのっていうね、ふうに思うけど、それは今のままだったら しんどいよね。でもやっぱりデパート自体もね、これ変わっていくって書いてあるんだよね。やっぱりなんていうの、こうデパートへ行くと、まあね、一律にね、あの品物があってどうだっていうんじゃなくて、やっぱりおのおののお客さんに合わせたようなね、やっぱりそういう、まあ、プロデュースを、デパートがだんだんやっていくと。でね、やっぱり、そこで、ね、なんか着るものはこうだとかね、趣味はこうだとか、じゃあやっぱりね、せっかく買ったんだから、その、洋服を着てね、今日はね、何階でね、5階とか6階のね、催し物会場でね、イベントがあるから、そこへ出てね、一つね、ちょっとそのせっかくの着物をね、やっぱり皆さんに見てもらったらどうですかとかね、そういうなんかここの需要に合わせたね、一つの方向にこれから、まあそのデパートだけじゃなくてね、なんか世の中がそういうふうになっていくと。だからやっぱりあれだね、そのまあこう以前とは全く違った世の中になってきますよね。それでね、やっぱりこう、まあ得意分野ね、やっぱりおのおの自分の得意分野があって、でその得意分野をね、ちゃんとまあ発揮する、そういう、ポジションをね、うまく見つけて、だからそういうこう 特別、まあ、自分 の、まあ、あのこだわりとか資質、そういうなんかね、才能のある方はどんどん、まあね、仕事にありつけるんだろうけど、そうじゃない人はだんだんしんどくなるというような感じですよね。まあ今でもそうだけど、そんなにね極端ではないから、それが今後はね、まあ極端になるというようなことで、まあなんていうの、このいわゆる、大衆的なね、やっぱりね、全員に対して、こうだよということではなくて、一人一人、そういう一人一人の、考え方とか、趣味とか、そういうことに合わせたやっぱりあの世の中の流れになっていくんじゃないかなというような感じでございます。まだね、全部読み終わってないんで、まあなんとなくこんな感じかなということで、今日はお話しいたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。